皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1992年公開の、プリティリーグ。現代、ア・リーグ・オブ・ゼ・アロン。監督はケニー・マーシャル。脚本は、ババル・マンデルとローウェル・ガンツ。主な出演は、トム・ハンクス、ジーナ・デイビス、マドンナ、など。第二次世界大戦中のアメリカ。大リーグ選手たちが戦場へ駆り出され、プロ野球運営が困難になりつつあった。そんなある日、ソフトボール選手のドティ・ヒンソンは、女性だけのプロ野球リーグの創設に力を貸してほしいと誘われる。というストーリー。1943年から1954年まで実在した、全米女子プロ野球リーグが題材のコメディードラマ。内容は割と真面目なスポーツもので、フィクションながら登場人物は個性的で面白い。選手を演じる女性陣はガチで野球をしているが、試合そのものよりも、どちらかというと女子リーグの舞台裏が描かれる。なおスピンオフとして同名のドラマシリーズが存在する。ということで、評価は。